前回の授業では自転車の交通ルールについて学びました。それでは間もなく3限目が始まります。今回も私たち桜学院と一緒に学んでいきましょう。3限目ヘルメット着用を以前 PR。 さあ3次元目でございます。はい、始めていきましょう。日直では、まず最初にですね、いろんなデザインのヘルメットがあるよっていうことをちょっとご紹介したいと思うんですけれども、それが、こちらです。かわいい、いろいろありますよね。シュッとしたかっこいいヘルメットもあれば、丸くてかわいいヘルメットもあって、色もいろんな色がありますけれども、この他にもたくさんの種類のヘルメットがありますので、はい、ぜひ自分に合ったヘルメットっていうのを選んでいただければと思います。はい、ではここで突然ですがヘルメット PR タイム。先生も声張るんだぞ、たまには。私たち桜学院が3つのチームに分かれPR する相手をくじ引きで決めてヘルメットの重要さを PR。 自転車、ヘルメット、2つのキーワードはお忘れなく。まずこちらの4人ね、藤平、日高、山井で吉田のチーム、はい、チーム名を教えてください。ストロベリーミルク。発音が良すぎて周りがついてこれじゃない。はい、日高1ポイント差し上げます。いやいや、もう日高の英語は無条件に1ポイントなんです。申し訳ない。無条件。もうそういうルールになってまいります。はい、じゃあ、続いて有友、森、岡崎、倉島チーム、はい、チーム名をお願いします。せーの、こけしヘルメットシスターズ。おー、こけしヘルメットシスターズね。こけしはわかるよ。で、ヘルメットでしょ。一人じゃねえか、全然。出しゃばってくるチーム。はい、そしてじゃあ最後、黒沢慎太に岡田麻生チーム、はい、はい、チーム名お願いします。せーの、アロトーブヘルメットズ。麻生が参加してない。アロトーブヘルメットズ、ヘルメットズ、はい、たくさんヘルメット欲しいね。とにかく多いということ。はい、欲しい。すごいですね。はい、じゃあ一本持ってください、持ってください。ストロベリーミルク。はい、どうぞ。じゃん、おじいちゃんおばあちゃん。おー、なるほど。こけしヘルメットシスターズ。はい、どうぞ。父兄の皆さん。おー、なるほど。はい、では最後、アロトーブヘルメット。はい、重いです。それは友達です。はい、こういう振り分けになりました。じゃあ、まず皆さん考える時間は1分間です。よーい、スタート。頑張って皆さん、PR 考えつけましたか？番にしようかな。最初にやりたいチーム、はいはい、お、すごい、ストロベリーミルク。はい、はい、じゃあ、はい、チームストロベリーミルクの PR です。相手は誰でしたっけ？おじいちゃんとおばあちゃん。おじいちゃんおばあちゃん、はい、はいはい、お願いします。どうぞ。おじいちゃん、おばあちゃん、自転車に乗るときはヘルメットをしっかりつけてください。はい、おじいちゃんとおばあちゃん、長生きするように安全のためにもつけてください。グランマザー、グランマザー、せーの、アイ。これはもう、はい、全員1ポイント。全員1ポイント。はい、おめでとうございます。じゃあ今ね、ストロベリーミルク
ベリーミルク終わりましたけれども、じゃあみんなどうだった、見てみて、他のクオリティがすごい、かっこよすぎて、はい、なんか、ああ、どうしよう、内容が簡潔だったから、すごい分かりやすくて伝わってきて、なるほど、確かに15秒でね、きっかりまとまってたよね。森はどう思った？プレッシャーがすごいです。この後にやるプレッシャーがね。はい、では続いてはチームこけしヘルメットシスターズで、父兄の皆さん、ファンの皆様に送る PR です。どうぞ。はい、皆さん、自転車を乗るときにヘルメットはつけてますか？ヘルメットをつけていない場合は、事故に遭ったときに命を落とす危険性が高まります。周りの大人がつけていないからって恥ずかしがらず、皆さんつけてください。はいね、つけてないと私…あ、松田さん、え、どうすればいいですか？良かったんですけどね。まさかの小学生が一言も喋ってないじゃないですか。岡崎じゃ1ポイント差し出して、おかわりね。はい、オーケー、じゃあそれでいきましょう。それではテイク2でございます。こけしヘルメットシスターズの PR です。どうぞ。皆さん、自転車を走るときにヘルメットはつけてますか？ヘルメットをつけていないと、自転車事故に遭ったときに命を落とす危険性が高まります。周りの大人がつけていないからって恥ずかしがらず、ヘルメットつけてください。そうだね、ね、事故に遭っちゃうと私たちにも会えないですからね。そうですよね、会えなくなっちゃう。はい、そうですね。それでは私たちと一緒にヘルメットをつけて楽しく自転車に乗りましょう。バイバイ。ちょっとなんかバイがもう問題作になってますけど。いかがでしたか今の。そうですよね、でもみんなで被ろうねっていうところがきちんと PR されてたと思うんで、はい、ファンの方、ヘルメット被らないといけないなってきっと思ってくれたと思いますんで、はい、みんなに1ポイントをお差し上げます。それでは、最後のチームいきましょう。前の方へお願いします。それではアロット・オブ・ヘルメットで、友達への PR です。どうぞ。はい、ねえねえねえ、今週の土曜日にさ、みんなでサイクリングに行かない？おー、いいね。待って、みんなさ、自転車乗るときってヘルメットつけてる。あ、でも自転車に乗るときって頭を打つ事故が多いんだって。だからヘルメットって頭を守るために大切なんだね。うんうん、じゃあ今度みんなでサイクリングに行くときはヘルメットを持って練習しよう。イエーイ。オッケー、すごい、かわいい、すごい。みんなで被んなきゃっていうのがすごい伝わってきたんで、みんなに1ポイント。結局何も起こらなかったけど、岡崎が1ポイント失っただけ。はい、ということでね、みんなそれぞれチームに分かれて今 PR してもらいましたけれども、まあ、今チーム以外も自分がちょっと PR したかったことというか、そのチームの中からね、却下された意見とか、なんかそれぞれ個人的に何か PR があったら、ここ結構大盤振る舞いするんで、はい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 、自分なりの PR をちょっと一人ずつやれたらやってみたい。一人ずつ、うん、もう勢いでいいんですよ、本当に。もうこれは面白さでもいいですし、はい、ここは今チャンスだと思ってください。やりたい人手を挙げてください。さあ、さあ、よっ、藤平さん、いけ、どうぞ。はい、安全のためにもあのヘルメットをかぶってください。オーソドックスだけど行きましょう。はい、まあまあ、一番最初にやった勇気です。今のはおまけです。はい、さあね、はい、続いてじゃあ吉田。はい、はい、はい、自転車を乗るときにはめんどくさい。はい、まず1ポイント。自転車に乗ってる時にね、怪我をする時に守ってくれるの。だからね、絶対ヘルメットをしていいんだよ。でね、かっこいいやつとか可愛いやつとかあるから絶対してね。はーい、ねえ、こんなお姉ちゃんについてちゃダメだよって感じがしますけど、いっぱいと。はい、では素晴らしいですね。はい、どんどん行きましょう。はいはいはい、じゃあ黒沢。はい、はい、どうぞ。ニュースの時間です。皆
皆さん知っていますか？自転車では自転車の事故は1年に1億じゃない1万ニュースの時間です。皆さん知っていますか？自転車の事故は1年間に1万件もの事故が起こっているんです。皆さん想像できますか？そんなにも事故が起こっているんですよ。なので皆さん、頭、自分の命を守るためにヘルメットをつけましょう。それがやりたかったな、それがやりたかったな。いい顔してる。1ポイント戻ったぞ。はい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 、他にやりたかった岡崎。はい、ねえねえ、自分ヘルメット、自転車乗るときにさ、ヘルメットつけてんの？あ、ダメでしょ、つけないと。だってさ、事故あっちゃうんだよ、頭とかぶつけて。そういうときにヘルメットをつけるんでしょ。おお。だから自転車をつけるときは、あ、間違えた。自転車を漕ぐときはヘルメットをつけてくれ。あ、間違えた。ヘルメットをつけてくれるかな。いいと思う。はい、OK。 頑張ってた。アイデアも素晴らしいね。大丈夫か。自転車事故に遭った時に怪我しちゃうんだよ。え、デザインが良くない？何言ってんの。だって形だって丸いのがあったりね、可愛いんだよ。森くんもヘルメットつけてね。分かったよ。え、俺ごと滑りやがった、こいつ。俺ごとも滑りやがった。お前はいいや、もうガガッツは何止めます。でも私からも、はい、やったやった。すごい、すごい。はい、ということで、じゃあここで先生から全部見て、やっぱりみんないろいろとこれまで学んでくれたことを取り入れながら、自分だけじゃなくてみんなでヘルメットかぶろうねっていうところがすごい現れてた、いい PR だったと思います。だいぶこうね、エアのポイントは変わりましたけども、だって楽なんだよな、新谷。すぐに今まだもうずっとですね、新谷8ポイントでまだリード。